井上武史、井上武史、井上小和天保十四年十二月十八日、1844年2月6日、明治二十八年、1895年3月17日は、日本の武士、熊本藩士、官僚、政治家である。司釈、法政局長官、文部大臣などを歴任する。同時代の政治家、井上薫とは、血縁関係はない。 日後国熊本半河老、長岡正広、剣持の家臣、飯岳に生まれ井上も三郎の養子になる。必ず誘道半校自習館で学び、江戸や長崎へ留学。明治維新後は、大学南校で学び、明治政府の司法省に資官、一年かけた、西欧視察に赴く。帰国後に、大久保利道に登用され、その死後は、岩倉智美に徴用される。 明治14年の政編では、岩倉ともみ、伊藤博文派に属する。安定政権を作れる、政府与党ができる環境にない現在の日本で、議員内閣制を導入することの負荷を解いて、ドイツ式の国家体制樹立を解き、国学等にも通じ、伊藤と共に大日本帝国憲法や皇室転搬、教育直後、軍人直輸などの起草に参加した。法制局長官。 数密顧問館、第二次、伊藤内閣の文部大臣を歴任。天保十四年十二月十八日、1844年2月6日、日後熊本藩家老、長岡忠し姿の家臣、飯田健吾兵の三男として、熊本城下の長岡屋下屋敷の長屋に生まれる。父は、年米十五票の下級武士で、母三重は、同じ長岡家家臣上山家の出身。 陽名は、タクウマ。号は、ドクトキ、または、青霧影。幼少時から振動ともてはやされ、家事をしながら、読書を欠かさずこなし、勉強熱心な姿勢が、主君、長岡正し姿に気に入られ、開園5年、1852年1月に、長岡家の家塾、筆要堂に入れられ、安政4年、1857年6月までの5年間を、過ごした。 続いて、同年7月に、是姿の推薦で、儒学者、木下彩丹、村の塾へ入門、そこで頭角を表した毛添慎一郎、古正家門、木村鶴夫と共に秀才として注目され、文久2年、1862年9月に、売信ながら、記念の推薦で、藩行自習官の医療制となった。慶応2年、1866年、 井上も三郎の養子になり、生を井上に変える、明治5年、1872年には、名も変え、拓馬から武氏へ改名。同年2月に学習課程を終了した後も、自習週間の寮で勉強を続け、源氏元年、1864年10月に、出況していた、横井昌蘭を訪ね討論を交わしたり、その時の様子を、沼山対話として記録、慶応三年。 1867年9月に江戸幕府が開設した横浜のフランス語練習書減ったが、同年10月の大政奉還で幕府が滅亡。翌慶応4年、明治元年、1868年1月からの母親戦争による混乱で旅行は中止、4月に帰郷した。諦めず7月に長崎のフランス語練習書へ転入したが、熊本藩が母親戦争で、 明治新政府へ味方すべく参戦、藩からの命令でやむなく長崎遊学も断念した。8月に、ゼス型の息子、米田虎雄が指揮する熊本藩兵に、従軍、9月中に、平方から中村、日本松など、東北地方を巡った。戦いはすでに先発の薩摩藩、土佐藩などの官軍が、仙台藩、藍津藩など敵を蹴散らした後ったため、 熊本藩兵は出番がなく9月22日に、日本末から南下して29日に、江戸へ戻り、10月19日に、カ路熊本へ帰範した。従軍主体の上は、北西日記という日記を書いて、鎌倉、江の島などを旅行、帰範後は、年末から翌明治2年、1869年10月まで、藩の命令で、長崎へ滞在している。明治3年。 1870年9月に、高新生として、大学南校で学ぶ。ここで教員見習いにあたる小社長に、就任、12月に、中社長に昇進したが、翌明治4年、1871年2月に、辞職、12月に、明治政府の司法省に主管し、フランス語ができたため司法教、江藤新兵に随行する、生を施設団、8人の一員として、 明治5年9月に横浜から出港して等、江戸は加わらず、フランス中心に司法制度の調査研究を行った。ドイツ・ベルリンでは法学会で自然法論に対抗して勃興した歴史法学を重視し、民法作成にローマ法、ナポレオン法典を採用する拙速行為に反対す歴史法学を学んで日本固有の文化、習慣、 法律の保持を考えるようになり、ナポレオン法典翻訳による民法制定を企画していた江藤と思想の上で、決別した。翌6年、1873年9月6日に、帰国、10月に、明治6年政府で、江藤が下野した後は、大久保利市道に登用され、明治7年、1874年2月に、佐賀の乱鎮圧に向かった大久保に同行して、 かつての上司だった江藤処刑を見届け、同年5月の台湾出兵を片付けるため8月に清市へ渡った大久保に随行、真の交渉文書の作成を任された。明治8年1875年にヨーロッパでの学習をもとにした王国建国法を薬、約室翌明治9年1876年に岩倉ともみから憲法制定の諮問に応じて、 意見を提出、外国の憲法と聖徳大使の十七条憲法、上映式目などとは、君主の法的制限の有無が異なると、性質の違いを挙げ、憲法制定と議会解説を同一に捉えて、時勢変化の自覚を促す内容を書き記した。明治年、0年、1877年1月に、大上官大書記官に就任、西南戦争が勃発すると、 伊藤博文の随行員として、京都に移った政府へ向かい、3月に山田明義が指揮する、別道、第二旅団に属することを命じられ神戸を船で出港、はじめ長崎、ついで八代に上陸し、母兵と軍の監督に勤めた。4月に、別道隊が熊本城を解放してからは、京都へ戻り、先に東京へ引き上げた政府の残務処理を行った後の8月に、東京へ帰還し、 翌明治十一年、1878年の大久保の暗殺後は、岩倉智美のブレーンとして活躍する一方を、伊藤の求めにも応じてしばしば彼の意見書作成に手を貸していた。明治十三年、1880年2月から伊藤、井上薫、黒田清隆をはじめとする各参議が憲法と国会解説の実現方法を記した意見書を政府に提出したとき、 11月に伊藤と話し合った末に作られた意見書は国会会は時期焦燥とし、全身的な発展を主とする内容にまとまり12月に上層された。また、同年4月と12月に琉球処分をめぐる清との交渉に出かけた伊藤に随行したりしている。明治9年1876年に記した憲法意見見見会では、 これから制定する憲法は17条憲法とは異なるものとし、欧米諸国の法制度だけを問題視していたが、後に、小野あずさの国権反論に触発され、政治のための国典研究の必要性に目覚め、国文学者の小中村清則、落合直文、増田うしんらと交わり、小中村義方を助手として、古事記、日本書紀以下の六国史、礼儀家、古語修位、万葉集、 類似国史、演技式、職言書、大日本史、新論などを研究する。明治14年、1881年3月、有リス川の宮たる人と新能の求めに応じ、大熊重信と矢野文雄が憲法意見書を提出した際、岩倉から意見を求められるや、稲や福沢諭吉の民情一心を添えて、大熊の意見書との二を指摘、イギリスに反を取る。 憲法制度に反対した。6月に外務省雇いの法律顧問、ロエスレルの協力を得て、禁定憲法公憲法意見第一、憲法考領などの調査書類を提出。全身主義とプロイセン、ドイツ型国家構想を主張した。6月30日に伊藤を訪ね奥く間排斥を提案するが説得できず、その後も書を送って憲法草案の退任に当たる。 要根性、伊藤の決心を促すため、この大事が他人の手に渡るならば自分は熊本に帰るまでと述べる。以後も、大熊排斥の多数派工作のため、宮島で療養中の井上薫を訪ね、彼を、大熊排斥と、プロイセン型憲法の早期制定論者へと表現させ、伊藤への説得を依頼する。続いて、薩摩バの松方正義の説得に成功、黒田清鷹。 最後をつぐら薩摩派への工作を依頼する。この間、7月5日には岩倉の名で、井上の憲法意見書が、大綱領として上層されている。そして開拓使勧誘物払い下げ事件が、報道されると、大熊、福沢らを政府内から排撃するため、大熊陰謀説のルフに加担し、結果として10月に発生した大熊と彼に属する、官僚の罷免につながる。 明治4年の政変。9月には伊藤から内閣制度改革案を寄贈され関係を修復した。政変後は伊藤のブレーンとして活躍し12月に発足した参次院、後の内閣法制局の議官になり、国会解説の見事のりを寄贈。明治15年、1882年に発布されることになる軍人直輸の寄贈に関わる。同年と明治17年。 1884年に朝鮮で起こった神後事変、更新政変に対応して和睦に派遣された花房義室や井上香織に同行して朝鮮へ渡り朝鮮との交渉に努めた。さらに明治17年1884年3月17日に憲法制定のために設置された制度取調べ局長官に就任した伊藤の下で御用係を兼任。 同じ御用がかりとなった伊藤美代子、金子健太郎らと共に伊藤の補佐役として大本帝国憲法の起草に参加、皇室転半の起草にも関わる。ただ、同年の家族例の交付と明治18年、1885年の内閣制度指導による第一次伊藤内閣の発足など政治体制の整備で憲法は後回しになり、本格的な憲法づくりは先へ持ち越された。 明治十九年、1886年5月に、伊藤の呼びかけで憲法に着手。翌明治二十年、1887年5月に、憲法草案に、公案、おつ案を伊藤へ提出。ロエスレルも伊藤に出した草案を参考にして、憲法作成は指導した。同年6月から8月にかけて、夏島、現在の神奈川県横須賀市にあった、伊藤の別荘で作業を行い、伊藤、 金子も交えて4人で討論しながら、草案完成に向けて全力を尽くし、10月に高名は、現在の東京都港区の伊藤の屋敷に移り重ねて、議論、明治21年、1888年4月27日に草案が完成、3日後の30日に伊藤は首相を辞任、代わりに憲法審議機関として、枢密院を創設し、自身は、 議長として引き続き憲法作成に取り掛かった。井上ら3名も数密飲書機関として、伊藤の側に仕えて憲法審議に参加、井上のみ書機関長に就任、法制局長官も兼ねる、古文官に任命された政治家たちと議論を尽くした末、明治22年、1889年2月11日に、大日本帝国憲法は交付された。 憲法草案作成の前後、明治十九年、千八百八十六年末から明治二十年、千八百八十七年、はじめにかけて、小中村義方を随伴して、相模、暴走を訪ねた際、六谷山と山中に、小中村の死者から、古事記における、白と牛白の区別に着目、後に、シラスの統治理念を研究する。草案は、井上の、このめきで、 日本天皇派万世一系の天皇の地、知らすどころなりと書かれたが、本文で改められて、オサムスが、統治すに、変化、憲法第一条に記された。第一次、伊藤内閣期、ボアソナードとの会見で、外務大臣、井上薫の不平等条約改正に不備があり、違い法権撤廃の代わりに、外国人被告の裁判には、 外国人裁判官を半数以上任用することを条件としてと知り、これが日本の立法権、司法権の独立を犯すものであるとして反発を覚える。条約改正外交への国民の反発から民情不安が醸成され、明治20年1887年12月に山形有友の提案で伊藤が補助令による強権発動に及び、 憲法制定のため努力したとしても、政府と国会の衝突が不可避であり、憲法が空文化するとして、辞表を提出する。これは、憲法総案作成中の第一次、伊藤内閣を危機にさらすこととなったため、伊藤は遺留に努めた。この条約改正問題は、香織が明治20年、1887年9月に辞職することで決着となる。 香りの後は、大熊重信が外相となり、伊藤の首相辞任後に、黒田清隆が樹立した、黒田内閣の下で、条約改正に当たったが、大熊の改正案も外国人反辞任用で、前の案と変わらない内容に反発して、明治22年、889年9月に辞表を提出、伊藤に反対運動を起こすよう促す一方で、元田長ザ山田明義、 山形有友などを訪ねて、改正中止の輪を拡大させた。同年10月に、大熊が爆弾テロで重傷を負い、黒田が責任を取って辞職したことで、条約改正は中止に決まった。次の第一次、山形内閣では、教育直後の制定と予算案に関する対策を練り、明治23年、1890年7月19日に、数密顧問官を、兼任。 11月29日に帝国議会が開会してからは憲法第67条の解釈予算案の削除増を伊藤らと相談翌明治24年1891年2月までに内容をまとめて提出政府と議会の事前協議で予算案を確定してから予算案の増減を議会で決めるべきと上層したこの方法をもとにして3月に政府と議会が 妥協して予算が成立、閉会を迎えたが、この頃から、治病の結核が悪化、伊藤や山形に病状を訴え休職、辞職を願い出るようになっていた。同年5月に、松方正義が首相となり、第一次、松方内閣が成立したが、井上は、同月に法政局長官を、辞任、6月に、文治秘書官長に転任、松方とは協力せず傍観。 明治25年、1892年に、松方に代わり、伊藤が再度首相に在任した第二次、伊藤内閣では政権に加わらなかったが、第4回帝国議会で政府と議会の対立が激しくなり、予算の成立が難航したとき、明治26年、1893年に、伊藤に、明治天皇の象徴を引き出させ、事態を打開するよう働きかけ、 2月10日の和京の、招徴による天皇の和睦呼びかけで政府と議会の和睦を果たし予算を成立させ、恩賢に議会閉会へ持ち込んだ。明治26年、1893年3月7日、第二次、伊藤内閣において、文部大臣を務める。任期は、結核のさらなる悪化もあり、翌27年。 1894年8月29日までの約1年半に過ぎなかったが、学生改革を目標とし、小学校就学の増加及び実業教育の盛り込みを政策に掲げ改善に全力を尽くした。背景には、欧米と比較して、日本の教育で有用な人材が育たない不満があり、資本主義の発展に伴う実業多様化に応じ、小学から大学まで、 生徒の自立心を育み、かつ実業に興味を示し、列強進出を背景に、国際情勢の緊張を念頭に入れた、愛国心の浸透、海外でも通用する人材を育成できる、世を誘導する教育の実現を目指した。6月に閣議に提出した7カ条の改革案は、就学率の低い小学校の改善を図るため、敷金を低くして、国が補助金を出す、 実業、工業学校も同様に補助金対象とする高等中学校の再編で専門学校を開設して大学進学以外の道も開くようにすることを明記、井上はこの案に基づき改革に邁進することになる。文章としての姿勢は対話を重んじ在野の教育学者を招いてこれからの教育論を話し合い新聞に文部省の教育方針を発表して 意見募集を呼びかけ、直接学校へ乗り込み実地調査を徹底的にやりんだりもしている。官民の対話を試みた案に6月12日制定の教育高等会議があり、地方、中央から民間の教育者などを集め官僚と共同で学校問題を話し合い、文章の諮問機関に設定する対話政策を発案した。教育会議計画は井上の任期に実現しなかったが、 明治29年、1896年の八塚、持ちきが文章の時に成立する。また、同年度の予算案に小学校教育費国庫、補助法を提出したが却下され、翌年度も成立せず小学の改革はうまくいかず、大学でも教師陣の反対で介入を控えた。一方、高校と実業教育の再編は進み、小学に手を加えない代わりに、 未就学者を対象に基礎学問や実学教育を軸とした小学を補完する教育機関の設立を図り、11月22日に実業補修学校規定を交付して、明治27年1894年6月12日に実業教育費国庫補助法が交付、後に実業補修学校が設立されるきっかけを作った。中学、高校も改変され、 尋常中学校は、同月15日に実習科目、図が測量などを加えた、実家中学校として地方に追加できる、許可制を設けた。25日に第一次高等学校令も交付して、高等中学校を尋常中学校と高等学校に分離、改編。7月25日に、職業専門学校である、徒弟学校規定を交付したのを最後に8月29日に、辞任した。 井上のこれらの改革は事案を先取りしすぎて、直ちに実現されなかったが、教育発展の足がかりとして、後に設立、学生に、大学以外に、様々な分野へ進める、多様性を開いていった。教育以外に、閣僚の一員として、他の政治事件関与も試み、千島幹事件裁判における、イギリス相手の訴訟に関わりたがったり、議会対策で、 解散論を主張したが、いずれも伊藤に入れられず、思想のずれもあって、伊藤から遠ざけられ、教育界の活動の他は消極的になり、辞任に至った。政界から身を引いた後は、津市、現在の神奈川県津市市の別荘で療養に努めたが、病気の進行は進み、明治28年、1895年3月17日、51歳で死去。 亡くなる前の1月に、失職位を授けられ、2月に、漢学者、岡松亀谷の子、京師郎を、長女藤子の婿養子に迎えた。墓は、東京都台東区谷中の随臨寺。儒教をはじめ古典やお牛宗来、佐藤一斉など日本の多学派を取り入れ読書、注釈など勉強に明け暮れ、儒教でも特に、趣旨学を学び尽くし、学祖、 手記など中国の学者たちの孤児を引き合いに出し、朱子学をただ記録するだけでなく、空理空論の部分を批判し、実践的な学問、実学を重視して、現実政治に生かすことを目標に勉強に取り組んだ。幕末当時の日本を取り巻く、国際情勢に興味を示したが、源氏元年の横井昌南との対談では開国で、外国との貿易を盛んにして、 不国強兵と外国の友好を掲げる湘南に対し、言葉も文化も国の制度も違う外国と日本がうまく交流できるか怪しい。日本は農業重視の自給自足を貫き外国と貿易をする必要はないと反論、秩序維持の観点から鎖国権事を主張していた。明治では外国法を新たに学習して鎖国思想から切り替えたが、ドイツの歴史法学に触れ、 自説である自国の伝統維持を一致させて、ドイツの方学を日本に浸透させることに尽くした。また、儒学の思想における、ひとしも、歴史法学と一致すると解釈、急進的な文明開化を批判し、全身的な進歩を主張、王国建国法をはじめとする役所を書いて、ヨーロッパの法律を日本に紹介して法を広めた。一方、天皇の政治的位置づけは大権を保持しつつ、 率先して政治の行き詰まりを打破する君主像を理想としていた。夏島草案作成中に行政を一手に収める内閣の憲法記入を天皇の体験審判とし削除、議会と政府の対立を省直で収集させ、休定費を節約して海軍費の補填に回し、積極的に人心集乱を図り内部改革の奨励を行うべきと直接 明治天皇へ上奏した明治二十五年六月二十三日。しかし、井上の意見は受け入れられず、その後も、象直政策を主張しては、第二次、伊藤内閣に却下され続け、ようやく明治二十六年二月十日に実現を見た、時は時期が遅く、大勢の挽回に至らなかったと、本来の目的から、皇太、天皇が政治関与に 消極的で受け身な姿勢を取ったため、政府と議会の和睦に止まったことを悔やんでいる。これは儒学における、徳殊主義から天皇の君主像を求めていたからだったが、立憲主義を重視する天皇に、積極的な政治関与をする気はなく、伊藤ともすれ違いを生じることにつながった。伊藤博文は、特大寺佐根爪宛の書簡で井上を、忠実無二の者と表し、 宮中保守派との対決のために自ら、宮内卿を兼ねた際にも、自分の側近から井上だけを、図書頭として、区内省入りさせるなど、明治7年8月能力を高く会信来もしていた。だが一方で、自分の信念に、忠実なあまり過激な振る舞いに出ることがあり、明治14年の政変の際には井上が勝手に、岩倉に対して、ドイツ式の国家建設を問い、 これを政府の方針として決定させようとしたことを知った伊藤は井上に向かって初期官やからの関係不可善と罵倒、明治14年7月5日付岩倉ともみあて井上所管している。また後年、井上薫の条約改正案に反対していた井上がボアソナードによる反対意見書を各方面の反対派に伝えて条約改正反対運動を煽ったために第一次。 伊藤内閣そのものが危機にさらされるなど、伊藤は井上によるスタンドプレーに悩まされることもあった。議会対策と政治制度では、伊藤と井上の方針に違いが見られ、憲法に行政権統一と連帯責任を与える内閣を明記しようとした伊藤に、井上は天皇体験の審判の可能性を上げて撤回させ、 天皇に対する国務大臣の単独保筆で首相の弱い権限が規定された。また、民党が議会で単なる政府反対だけの活動に終始していると見たいの上は議会を否定的に捉え、解散の強行か天皇の仲裁による大規模な行政改革を主張して自由党の妥協や政党政治に反対していたが、伊藤の方は時が経つにつれないと政党それぞれが 政治になれるに従い、互いに歩み寄りの姿勢で進展が見られると考え、内閣の連帯責任も時間経過で必要とする制度が作られるだろうと述べ、全身的に政党政治を着実に浸透させることを考え、自由党との妥協や立憲政友会の創立にこぎつける。こうした伊藤の主義に納得できない井上は晩年に自分は 伊藤のために一生を謝られたと言ったとされるが、文章辞任後も、伊藤への手紙送付は欠かさず、病状の悪化で書けなくなるまで文通は続けられた。最後の手紙は伊藤に宛てた、明治27年11月19日付の手紙。明治23年10月30日に発表された、教育直後は、第一次、山形内閣のもとで寄贈された。その直接の契機は、 山形有友内閣総理大臣の影響下にある地方長官会議が同年2月26日に特育関与の儀に不県議を決議し知識の伝授に偏る従来の学校教育を修正して道徳心の育成も重視するように求めたことによる。また明治天皇が以前から道徳教育に大きな関心を寄せていたこともあり、榎本武明文部大臣に対して 道徳教育の基本方針を立てるよう命じた。ところが、江本はこれを推進しなかったため5月に更迭され、公認の文部大臣として山形は復信の吉川県政を推薦した。これに対して明治天皇は難色を示したが、山形が自ら吉川を指導することを条件に、天皇を説得、了承させた。 文部大臣に就任した吉川は、女子高等市範学校学長の中村正直に、道徳教育に関する直後の原案を起草させた。この中村原案について、山形が法制局長官の井上に示して、意見を求めたところ、井上は、中村原案の宗教職、哲学職を理由に猛反対した。山形は、政府の知恵袋とされていた、井上の意見を重んじ、 中村に変えて、井上に寄草を依頼した。井上は6月20日付の山形あっての手紙で、中村原案を破棄し、七か条にわたる教育直後制定の問題点を挙げ、立憲主義に従えば君主は、国民の良心の自由に干渉しない、宗教、哲学、政治、学問とは、関わりない中立的な内容で記すことを前提として、 宗教職など世俗性を廃することを期として原案を成した。井上は自身の原案を提出した後、一度は教育直後構想そのものに反対して二十五日に山形に中止を進言したが、山形の制定の意思が変わらないことを知り、自ら教育直後基想に関わるようになった。この井上原案の段階で、後の教育直後の内容はほぼ固まっている。一方、 天皇側近の儒学者である元田長ザは以前から儒教に基づく道徳教育の必要性を明治天皇に進言しており明治12年1879年には儒教色の色濃い教学生書を寄贈して政府幹部に直後の形で示していた元田は新たに道徳教育に関する直後を寄贈するに際しても儒教に基づく独自の案を作成していたが 井上玄安に接するとこれに同調した。元田は、熊本藩の藩校自習官の同僧、先輩である。井上は元田に相談しながら、ごくや構成を練り、最終案を完成した。10月30日に発表された、教育に移籍、する直後は、国務に関わる、法令、文書ではなく、天皇自身の言葉として扱われたため、天皇自身の署名だけが記され、 国務大臣の署名は副署されなかった。井上は明治天皇が直接歌詞する形式を主張したが入れられず文部大臣を介して歌詞する形が取られた。保守的で中央集権国家の確立に尽力して政党政治に強く反対した井上ではあったが法治国家立憲主義の原則を重んじてその原則で保障された国民の権利は 国家といえども正当な法的根拠が、いかぎり奪うことができないと考えていた。そのため、これらを否定するような反動的な主張に対しては、毅然とした態度で立ち向かったという。また、朝鮮主義に対しても行き過ぎた、議会軽視であると批判的であり、法制局長官としては議会に有利な判断を下すことも多かったとされている。中江町民は、委上、 一年夕飯の中で井上と、白根瀬道を、真面目でお着ではなく、ずうずうしいところのないと評して敵対者ながら、その人物を高く評価している。徳富祖法も、国民新聞で、彼は誠に、国家のためにその完結を絞り尽くしたるなりと書いている。後年、井上の異文書類が国学院大学に、青木林文庫として保管されたが、整理担当者の一人、木野和えは、 井上の多彩な活動に注目し、明治国家形成のグランドデザイナーと称している。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。